それではただいまより本日の第8試合スペシャルエキシビションマッチを行います。青コーナー165センチ、ウォーワンチャイプロモーション所属、 IBF ムエタイ世界フライ級王者、サンライズプリンス石井一世。西の神童石井一世。赤コーナー165センチ、ビーウェルキックボクシングジム所属、ライズデッドオアライブ2020アンダー55キロトーナメント優勝、孤高のウェイズメン、シロー。冷静沈着 IQ ファイターシロー。この試合は2分2ラウンドで行われます。さあ、スペシャルエキシビションマッチ2分2ラウンドで行われます。53キロトーナメント参戦の田丸時選手、解説いらっしゃっています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そしてゲストには福井セリナさん、実況西達彦でお送りをしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、田丸さん、これどういう気持ちでまず田丸さんが見るのかっていうのを知りたいんですよ。まずトーナメント2人とも参戦が決まってるのに、ここでエキシビジョンマッチをするっていうのはかなりすごいことだなって思いますね。そして当然対戦の可能性があるわけですよね。そうですね、はい、純粋に楽しみですね。さあ、まず白がいきなりこう手を出していきますけども、まず白選手の仕上がりがね、田村さんすごいですよね。やっぱりギリギリまで試合を望むつもりで、やってたと思うので、はい、やっぱ体はかなり仕上がってますよね。まあ、そして今回のエキシのこのオファーに応じた石井選手の心意気、これも素晴らしいですよね。そうですね、本当に試合が決まって、はい、相手がやる可能性もあるのにかかわらず、ここで試合を受けるのは本当にすごいことだと思います。そして福井さん、この空気感すごいですね。いや、もう緊迫してますね。本当にもう白選手はトーナメント勝ち上がって天心さんと戦ったぐらい、もう実力は言わずもがななので、ここで何を起こしてくれるのかっていうのがすごい楽しみです。はい、結構聞いてきました。はい、ガチでやってますね。かなりこれ強度高いですね。うわー、水キャッチ返した。ちょっと音だけでも福井さんすごいですね。いや、ビリビリしますね。まあ、通常我々53キロっていうのは軽い階級だということでスピードのイメージをするんですが、田村さん、これパワーすごいですね、両者。やっぱりお互い体作りだったりとか、フィジカルかなりやってると思うので、はい、やっぱり倒せるものは持ってますよね。シロー選手が SNS に上げた画像を見て、みんなものすごい体だっていうふうに反響してましたからね。仕上がりまくってました ね。まあ、この辺も福井さん本当にすごいですよね。いや、もう肌が白いからかわからないですけど、こうなんていうんだろう、膨張して見えるのか、体すごい大きく見えますよね。そうですね、うん、めちゃめちゃ反応が早いですね。で、この何も攻撃出してないように見えて、めちゃめちゃフェイントかけてるんですよね。あ、なるほど。それ両者ですね。両者ですね、駆け引きしてますね。はい、石井選手も本当にこう鋭い蹴り出していますけれども、石井選手の入りに関しては田村さんどう見てます？そうですね、ライズルール初めてだと思うんですけど、はい、かなり適用してやってるかなと思いますね。ムエタイファイターのいわゆる一般的な体重のイメージとはちょっと違う選手ですよね。そうですね、はい、前に出て倒しに行くスタイルですよね。あっという間2分終わりました。いや、田村さん、この2分間どう見ました？お互い反応早くて攻撃も早くて、やっぱり、まあ、トーナメントに出るだけあってめちゃめちゃ強いですね。いや、一瞬ですね、本当にめちゃめちゃ早い。はい、時間が経つのが、いや、また濃厚でしたね、福井さんね。いや、本当にそうですね、お互い早いですし、どこで何が起きるかわからないので目が離せないんですよね。もう3分じゃないならその2分間の間に同じ手数出してやろうぐらいの勢いを本当に感じる2人。さあ、そしてほとんど表情が変わらない2人というのも、まあ、やはりこのムエタイ、まあ、本場で磨いてきた、まあ、精神面というところもあるんでしょう。あと1ラウンドしか見れないのかって感じですね。もうちょっと見たい。もうちょっと見たいですね、本当に。それはあれですか、ファイターとしてですか、それとも純粋な観客としてですか、田村さん。いや、ファイターとしてもそうですし、やっぱり純粋にお客さんとしてもやっぱり面白いですよね、はい、レベルが高いんで。いや、ローダブルで打っていきました。いや、本当にスピード感ももう半端ないというそういう試合です。さあ、詰めていった白。さあ、おお、ここも強烈なローキック。白選手、生で本当に体見てめっちゃでかいな。やっぱ一回り大きく見えますね。見えますね、はい。まあ、今回その53キロに落とすということを考えて、まあ、そのために54キロという設定をして自ら、まあ、体を作ったという話を聞いています。完璧主義ですよね。ねえ、かっこいい。はい、ちょっと今、レガスでしょうかね、ちょっとずれましたんで、はい、一回直します。
さあここで運服の打ち合い、左のジャブを出していく、お互いのキック走ってます。さあ詰めていく石井、今度は石井のターンか。おお、しかし迎撃する、この辺りは白うまい、ジャブがうまいですね、反応できてないですね、はい、このスピード、そしてガード割ってくるあたりすごいですね。石井選手が入ろうとしたときにジャブを打つんで避けないんですよね、あーなるほど、まあ、そのタイミング目ですね、はい、さあただ石井は詰めていく、アッパーから入ってった、入ってきてから打つじゃ間に合わないんですよ、入ってくるのを予想して打ってるんですよ、つまり相手の動きを読んでなきゃいけないということですね。そうです、はい、いやすごいです。今シロー選手ニヤニヤしてましたよ。いやこのあたり本当にこうテンションがフリーさん上がってきてるんでしょうね、うん、さあ詰めていきます。お互い対戦の可能性がある2人が、おお、もう明らかにエキスの域を超えているロッキック、返していきます。さああと30秒という時間帯です。やっという間、ボディからフックまとめた石井、そして左のジャブ鋭い、シローが前に行く。さあここからもう明らかにセコンドの指示というのもエキシの域を超えています。左のジャブをついていく、シロー詰めていく、石井プレスはどうだ、ミドル打っていく、キャッチ。さあここから詰まっていく、左のジャブを出していく、石井も前に行きます、バックステップへ返している、シロー終わった、という間エキシビションマッチ終了、息できない、正解の拍手を。面白いですね。いやー田丸さん、すごい4分でした。そうですね、やっぱかなり急にガッとレベルが上がって、やっぱりこのスピードもあるしパワーもあるしテクニックもある、本当に2人ともすごい強いですね。まあ、改めて生でこの戦う2人をこの距離で見られたっていうのは、はい、田村さんにとっても非常に貴重な時間だったと思うんですね。そうですね、はい、この4分間でもあのこの攻撃当たりそうだなとか、俺だ自分だったらこうするなっていうのを考えながら、あの見てたんで、全然あのレベルも高いですけど、はい、自分も負けてないなっていうのは感じます、はい、いやこのスカウティングをしている田丸さんの姿っていうのも福井さん、なんか楽しみになりますよね。いやもう隣にいますけど、もうさっきすごいですよもう、ね、そりゃそうですよ ね、 ねこれからですもんね、うん、そうですね、やっぱり、まあ、見る目だったりとかやっぱちょっと雰囲気変わっちゃいますよね、はい、いやでもシローさんのコンビネーションというかフックのまとめ方が強いし早いじゃないですか。そうですね、あれに立ち打たなきゃいけないかもしれないと思うとちょっと。さあそれでは素晴らしいエキシビションを見せていただきました、ね、まあ、クです、ね、石井一生選手、シロー選手にコメントをいただきます、それではまずシロー選手からお願いします。そうですね、まずは本当に今回エキシビションマッチを引き受けてくれた石井一生君、どうもありがとうございました。で本当に今回もう本当に試合が流れて中止かと思ったんですけど、本当アベマ関係者、そして本当ライズ関係者の皆さんのおかげでこうやってリングが上がることができて本当にすごい嬉しいです。で本当に今回動き見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、53キロでも通じると思いますし、で7月にはもっとキレが増すと思うので、出るからには55に続いて53キロも制覇したいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。続いて石井一生選手、コメントお願いします。皆さんこんにちは、石井一生です。今日ライズ初登場なんですけど、まあ、急遽エキシビジョンのオファーをいただいて、まあ、トーナメント一緒に出るシロー君とシロー選手と試合だったんですけど、まあ、本当にやっぱり各階級取ってきた選手だったから本当にすごい強くて、まあ、また7月に向けて気を引き締めて頑張っていきます。急遽試合だったんですけど、いつも応援していただいているスポンサーさんの皆さんとかライズ関係者の皆さん、本当にありがとうございます。7月、まず勝って準決決勝をつないで優勝するんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。白選手、石井一生選手でした。ありがとうございました。はい、ということで2人の、ね、マイクもお聞きいただいた上で、すいません話が途中になってしまった、田丸選手ですけれども、改めて、はい、この2人の言葉を聞いて感想をお願いいたします。はい、まあ、2人とも狙っているところはやっぱり優勝というところなんですけど、まあ、自分も優勝というか、まあ、負けてられないし、まあ、負けるつもりもないんで、はい、しっかりと復帰戦、まあ、誰と当たっても別に勝てるように準備して頑張るんで、はい、応援お願いします。53キロトーナメント、ぜひ皆さんどうぞご期待ください。選手退場。